途中までしか行けませんでした。今トッチしたところだ。八木山動物公園予約制とか。山形までは行けませんでしたが、最後までご覧ください。次回リベンジいたします。宅地商店1日8120人までの入場制限が行われます。ゴールデンウィークは年間を通して最も混雑し、コロナ前は1日1万5000人の来場があったということで、動物園では園内の混雑の緩和と周辺の交通渋滞対策として事前予約を実施します。申し込みは動物園のホームページから可能で、現時点で明日明後日は3000人以上、5日は4000人以上の空きがあります。事前予約は当日でも可能です。また午後2時以降は事前予約なしで入場が可能となっています。ゴールデンウィーク期間中の県内では田植えが進んでいます。岩沼市の農家の水田でも今日から田植えが始まりました。岩沼市小川で田植えをしていたのは50年以上農業を営む専業農家福田秀夫さんで、今日から始めたということです。植えられていたのは冷媒や病気に強いとされる一目惚れです。先月種をまき12センチほどに育った苗を田植え機で植えていきました。福田さんによりますと、今年は例年に比べて田植え機に使う軽油は2割程度、肥料は5割以上値上がりしているということで、最近の物価高騰が米作りにも影響していると話していました。合わせておよそ8ヘクタールの水田を所有する福田さんは、1週間ほどかけて田植えを行う予定です。収穫は9月初旬の見通しです。戦争が続く中東のパレスチナで人々の日常を撮影した写真展が仙台市内で開かれています。仙台でカメラに笑顔を見せているのは家業のパン屋を手伝う男の子。パレスチナで撮影された日々の営みです。会場に展示時だったらもっと食えたけど、もっと食えたけどね。あ、こけし。こけしでっけえなんて。でっけえな、このこけし。秋温泉。これ人の家の前じゃねえか。立たしてもらってるんでしょ。お金やってるんでしょ。おい、こけし。うん。すごいね、温泉街とか。ホテルじゃねえか。ホテル幸の湯じゃん。ラブホテルだよ。違うよ。バイバイ。温泉だよ。ホテルだよ。なんでラブホテル？違うでしょ。温泉宿でしょ。これにラブホテルないから。いや。温泉宿でそんなの作んないよ。G7 仙台って書いてある。 G7 やるの仙台ね。なんかやってんじゃないの。 G7 広島でしょ。こっちもやるんじゃないの。やるのかね。あ、秋グランドホテル、ここじゃん。ようこそ秋温泉。今日ほら、今日平日だからお風呂も安いから今日入っちゃうでしょ。あ、みんなね。そうね、休日料金になっちゃうからね。賛成党とか出て、
政治団体だよ、参政党ってバカな団体。政治に参加できるとか言っててできない、ね、あの国民、あのうちら個人はできないらしいよ。なんだかよくわかんない、あの党は。ちっちゃな少数政党はなんかゴタ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 やってる。今日天気いいからみんな歩いてるね。天文台があるんじゃん。秋湯ワイナリー。ワイナリーがある。わかるかすごいね、今はね、うん、そうだよ、何でもわかるよ。医療の進歩はすごいよ。 CT でわかったから、うん、リコとかね、急加速が増えています、ご注意ください。どこからスタートとかわかる？もうスタート
タートしてるよ。とっくにスタートしてるよ。山入ってからとっくにスタート。バカじゃん。とっくにスタートしてる。ジッツとか曲がってからもうスタート。
かります。信号あるんだよ。
に進まねえんだけど、なんだこの意識って。今来るよ。ああ、そういうことか。だから探知中だからか。はあ、ああってなんだよ。ああって、あっちから車来るからか。遅いんだよな。どこにあんのセンサー。この上にある。後ろいないの誰も。いないよ誰も。いないんだよ、感知しないんだよ。行っちゃうかも。反応しないね。反応しないよ。ヘブかけ。暑いわ、本当。脱ぐ？
畑には通行できませんって書いてあるの。なんだ？行けないの？山形県には行けませんって書いてある。 U ターン？いや、わかんない。あれ、あのまま貼ってあるかもしれないから、わかんないな。通行止め？知らない。行けなかったら戻る？戻るしかないよ。わかんない、あれずっとそのままかもしれないし、ああいうのあるからですよ、そのまんまって。行けなかったらもう終わりだよ。戻るだけだよ。あ、行けない？何？いや、行ける行けるよ。なんか書いてないの？山口県側にはあれ？何か看板が出てきたぞ。ああ、取り付けできません。水汲み場までは通行可能って書いてあります。で、U ターンだ。うん、で、ここで U ターンするか。そう、U ターンしよう。山形県側には行けませんでした。水汲みまでなのね。近道だったのにな。近道だったのに、ね、二口峠のとこまで。もう少しだ。今回はここらで終わりですが、またリベンジいたします。最後までご視聴ありがとうございます。エンド。